どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA 国内線タイムセール再びということで、こちらの動画ねやっていきたいと思います。またまたですね、 ANA の国内線タイムセール始まりますということで、開始自体はですね、6月15日の0時きっかりからですね始まるということで、こちらの動画出ているのが6月の14日という風になりますんで、本日のですね0時からタイムセールが開始になるっていった形になるんですよね。これからねセールの詳細ね解説していくわけなんですけども、もしね利用予定のある方はですね、今回の搭乗期間はですね夏休みだったりお盆の期間もですね対象期間に入っているっていった形になりますので、気になる方はですねぜひ最後までご覧いただければなと思います。それではタイムセールの詳細いきたいと思うんですけども、予約はですね2021年の6月15日の0時きっかりからですね2021年6月の21日までっていう風になります。で、搭乗期間なんですけども2021年の7月の16日からですね2021年8月31日までが搭乗期間となります。ということで、今回のねタイムセールの期間内にはですね夏休みだったりお盆がね入っているということで、かなりねびっくりなわけなんですけども、まあこんなね世の中になっておりますので、全体的なね需要が減っているからでしょうかね。また対象の空港ではですね、運賃の他に旅客施設使用料っていうのは運賃とは別にね発生するっていった形になっておりますので、こちらね公式サイトを概要欄に載せておきますので、この対象空港に関してはですね運賃とは別にね、まあちょっとなんですけども書かれていた形になりますんで、確認ねしていただければなと思います。またですね、タイムセールということで販売されるね座席には限りがあるということで、基本的にはね早押しになるかなというふうに思います。またですね、運賃に関しても ANA ウェブサイト専用運賃というふうになっておりますんで、公式サイトにはですねこんな感じでね記載があるわけなんですけども、まあ、こちらの価格はですねウェブサイト専用っていった形になるんですよね。で、気になるね路線に関してなんですけども、今回の対象はね全国路線ということで、全部はですねちょっと紹介することができないんですけども、こんな感じにねなっているんですよね。羽田那覇であったり羽田札幌はね7900円ですし、羽田函館も8900円、羽田伊丹に関しては5900円ということで、かなりねお得なのではないのかなっていうふうに思ってるんですよね。まあね、こちらが羽田那覇のね通常価格っていうふうになるわけなんですけども、7月の16日のですね16時10分発の飛行機だとですねスーパーバリュー28で1万310円っていった形になっておりますんで、まあこれがねタイムセールだと7900円ということで、その差ね2400円ほどね安く利用することができるっていった形になるんですよね。まあ冒頭にね言った通り、旅客施設使用料っていうのがねかかりますんで、まるまるこの2400円の差にはならないと思うんですけども、お得っていうのはですね間違いないかなと思います。で、5月のね29日にねあったんですけども、29日はですね ANA の感謝の日ということで、羽田石垣便がね8000円とかだったんですよね。本当にあれめちゃくちゃ安かったですよね。まあさすがにねこれはまた見れるっていうことはねもうないかなっていう感じですよね。まあ、今回にしてみると羽田石垣は1万3900円ということで、前回のねこの29日に行われた ANA 感謝の日のねセールに関しては沖縄線専用だったわけなんですけども、このねセールによってね値段が結構変わりますので、まあ、次回ねどこがセール対象になるかわからないということもありますんで、ここはね判断はねご自身にお任せっていた形にはなるわけなんですけども、 ANA のね感謝の日毎月29日にね開催されておりますので、この点もね覚えておいていただければなと思います。もしかしたらですね今回出ているタイムセールの路線もですね29日に購入すると、もしかしたらですね結構安くなってしまったりっていうのもねゼロではないかなっていうふうに思うわけなんですよね。それでは次にですね、このタイムセールがですね ANA のステータス仕様におすすめなのかっていうね話なんですけども、このタイムセールのね運賃種別っていうのは運賃8にね該当して、積算率にしてはですね 50% ということで、運賃8のね積算率 50% っていうのは、こちらはですねツアーであったりヤフートラベルとかね使った場合のパックツアーありますよね、そういった感じで
利用する時の積算率っていう風になるんですよね。まあ仮にね、羽田那覇ね、取れたとすると、プレーンポイントね、984プレーンポイントっていう風になります。で、プレーンポイントのね、単価としては8ぐらいね、なるかなっていうふうに思うんですよね。またですね、羽田那覇でね、利用した場合ですね、この旅客施設使用料っていうのが、まあ、こんな感じでね、かかってくるっていう形になりますんで、仮にね、最安値の7900円で発券できたとしてもですね、羽田空港の旅客施設使用料で290円。で、那覇空港のですね、旅客施設使用料で120円ということで、8310円でね、最安値で発券することができるっていう感じになるんですよね。まあこうなってくるですね、プレミアムポイントの1ポイントの単価はですね、8.44 っていう形になりますんで、これはね、最安値で発券できた場合には限るわけなんですけども、まあこれがね、便によって多分ある程度ね、変動すると思いますので、これより高くなっていくとですね、プレミアムポイントのね、1ポイントの単価もですね、どんどん上がっていくっていう形になるんですよね。まあ一般的にはですね、このプレミアムポイントの1ポイントの単価っていうのは10円以下でね、抑えられればいいって言った形になりますんで、座席が限られてるっていうことをね、考慮すると、おそらくね、この最安値で発券できる方ってのはかなり少ないかなっていうふうに、個人的には思いますので、運賃がね、どんどん上がっていくとですね、10円も超えてくることもあるかなっていうふうに思いますので、まあタイムセールはですね、基本的にはですね、お得にね、飛行機乗りたい方向けかなっていうふうに思ってるわけなんですよね。またですね、ANA スーパーバリューセールの航空券は変更することがね、できないっていう点も覚えておいてね、いただきたいんですよね。まあ ANA はですね、安心変更キャンペーンっていうのを2021年の6月30日までね、行っているというふうになりますんで、まあ今月いっぱいのね、飛行機に関してはですね、変更することがですね、運賃差額だけで利用することがね、できるわけなんですけども、こちらはですね、7月以降に関してはまだね、情報が出ておりませんので、これがね、どうなっていくかっていうところもね、ちょっと心配な部分ではありますよね。まあこんな世の中でね、なければですね、セールで取ったね、航空券もまあ気軽にね、利用することができるかなっていうふうに思うわけなんですけども、まあ今後ね、感染がね、広がった時にですね、ちょっと利用できない、またね、今回のセール運賃で航空券購入してるんで変更もできないみたいなね、まあ、そんな感じになってしまうとですね、残念な部分もありますので、おそらくですね、同じようなキャンペーンね、出してくるかなっていうふうに思うわけなんですけども、まあこちらね、まだ情報出ておりませんので、私のね、予想に過ぎないっていった形になるんですよね。ですので、まあこの ANA のね、スーパーバリューセールに関してはですね、変更はね、できないっていう点も頭ね、入れといていただければなと思います。いかがだったでしょうか。今回ですね、 ANA のね、国内線タイムセールについてね、動画やらせていただいたわけなんですけども、もしね、狙ってる方いらっしゃいましたらですね、本日の日付があった0時ですね、早押しになるかなというふうに思いますので、狙ってみていただければなと思います。今回ね、夏休みお盆もね、対象期間に入っているっていう風になりますんで、まあ利用予定ね、されている方はですね、お得にね、利用することができるかなっていう風に思いますので、ぜひね、狙ってみていただければなと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいという風に思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオット、モモホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。